全国トップレベルの医療をすべての県民の皆様に提供し続ける病院を作ると、広島にあるということを誇りに思えるような、そういうシンボリックな病院を作りたい。発表によりますと、新病院の建設予定地は広島市東区の双葉の里3丁目です。建物は地上16階、地下1階建て。病床数は1000床で、41の診療科で構成されます。運営形態は2025年4月に設立する地方独立行政法人とし、現時点での整備費はおよそ1300億円から1400億円と見積もっています。このうち新病院の土地購入におよそ180億円、建設工事などにおよそ850億円から940億円を見込んでいます。職員の規模はおよそ2300人から2400人と想定しています。一方、南区にある現在の県立広島病院は建物を解体予定で、地域の人たちが医療や介護、福祉サービスを受けられる体制を整え、にぎわいなどの機能の整備を検討するとしています。発表では、新病院のメリットとして、全国トップレベルの医療が受けられることや、医療の人材不足解消などが強調されました。すべての県民が質の高い医療、介護サービスを受けることができ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる、そういった広島県を実現していきたいと。新病院の今後のスケジュールとしては、2026年度に着工し、2030年度の開院を目指すとしています。